ゆうさん、お疲れ様でした。2020年まだ始まったばかりです。飛躍の年になることを願っております。ラジオ引き続き頑張ってくださいね。千葉な主任、お疲れ様でした。今までいろいろお世話になってありがとうございます。これから新しいところに飛び込んでいくということで、不安や期待もあると思うんですけど、きっと大丈夫です。頑張ってください。応援しています。ありがとうございました。千葉の優さん、約、3年ぐらいですかね、はい、お仕事お疲れ様でございました。またね、新しいお仕事頑張ってください。はい、これからも応援しています。ドアラだよ。優さん、お疲れ様でした。お世話になりました。バイバイ。はい、本当にいろいろ教えてもらってね、若いのに頑張って、これからもいい経験を積んでください。ありがとうございました。短い間ですがお世話になりました。インハイの時ともども、また引き継ぐ項目も多分多かったと思うんですけども、難しかったと思うんですが、ありがとうございました。頑張ってください。あ、どうもゆうさん、お疲れ様でした。もう私の入りたての頃からいろいろとお世話になって来ましたが、また引き続き番組の方でもメッセージを送りますので、よろしくお願いします。ゆうくん、お疲れ様でした。山田さんと3人で社員になって、本当にいろいろ苦しい時期も乗り越えて、でも笑いが絶えないゆうの笑顔を見てたらいつも元気になりました。また違う職場でも頑張ってください。また遊びに来てください。ゆう、お疲れ様でした。高校時代からゆうを見てきて、FM タンの方に就職してくれたことをすごく感謝しています。また、さらなるですね、ゆうのこの、頑張りを期待して、しっかりと FM タンから送り届けたいなと思っております。これからも体には気をつけて頑張ってください。お腹を治そうね、ね、早くね。はい、でもですね、頑張っていただきたいと思いますので、どうぞゆず頑張ってください。それでは続いては、あなたのこの方ご紹介しましょう。ゆう。最後まで、一緒に仲良く、仕事ができて嬉しかったです。これからはまた違う場所でのステージとなると思いますけれども、体調管理、そしてまたね、お腹を壊さないように頑張ってもらいたいと思います。よろしく。はい、最後にゆうにメッセージを送りたいと思います。ゆう、頑張れ。はい、千葉なゆうさん、ご卒業おめでとうございます。まあ喉元過ぎればなんとやら、まあいろんな経験を今後も生かして頑張ってください。で、挫折は絶対につきものですから、ここで得た教訓をまたさらに生かせるように日々努力してください。応援してます。また遊びに来てください。さよなら。ゆう、まあこの FM タンを、まあ、今回限りで、やめていくということで大変残念ではあるんですけども、まあ10年前、高校に入ってからずっと見てきました。最後はね、3カ年ここで頑張ってくれたというのはとても嬉しく思っております。まあ、ここをステップしてまた新たな、自分の進むべき道にですね、まっしぐら進んでいってください。君ならできると思いますので、ぜひね、またいい、成長ぶりを私たちに見せていただきたいと思います。頑張って。